うん、そうだね、うん、今日の宮城は天気いいからね、うん、うん、そうだね、ちょうど1年ぶり、うん、そうだね、来年そうだね、混まないうちに、うんうん、でもこう考えると1年ってあっという間だよ、本当にじゃないだって1年前の今日来てるんだぜ、ね、すごいね、同じ日ってすごい、同じ日ってすごいよね、うん、去年も29日にここに来たからね、今日は乗せてきてもらったけどね、これね。牛触っていく？そうだね。でも元日とか正月はね、すごくここ混むからさ。開運、商売、繁盛、負け牛、直接手で触れないで、早くても月出てるね、
て、まあ、次の手を見る。ね、1年前雪すごかったよね、ここね。うん。でもね、私の初詣では、うん、初詣じゃなくて初日の出はちゃんと見れそうだからな、天気も良さそうだし。そうだね、こっちに泊めて行ったね。懐かしいな、もう間もなく1年。俺言ったっけ？ああ、そうか。うん、やっぱり晴れてる方がいいでしょ。ここもすごい久しぶりだよね。去年の全然違いか。うん、ね、確かにね。うん、まあね。初体験か。こっから30回だね。SSRT。懐かしい、久しぶりとか1年ぶりで30回ここからね、うーってくるからね。もう早い早いね。懐かしいな。感動したの思い出すの。ああ、夜景ね、綺麗だもんね、ここね、うん、早いね、もう1年以上経ったのね。怖い、下見ると下見ると怖いね、確かに。怖い、うん、懐かしい。去年もそんなこと言ってたよ。上見た方がいいよ、うん、あ、なんか山雪綺麗だね。綺麗、うん、あ、すごい怖い、下見ると。下見るとね、上見よう、ね、うん、綺麗、うん、懐かしい。でもほら、あんなとこに住んでる人もいるからね。あ、お金持ちの人ね。住んでほら、そこマンションでしょ。うん。毎日こんなとこに住んでたら。うん。着いたね。30回です。うん、やってるよ。下に参ります。夜見る景色とも全然違う。違う、うん、まあ嬉しい。綺麗だね。海だよ。うん、そうだね。海見えるね。そうだね。なんか朝来ることもないしさ。チーズ煮込みハンバーグ美味しそう、うん、あ、でもこれいいかな。トマトとチーズのイタリアン風ハンバーグ、
タバスコを目にかけていただく。腹減った。めちゃくちゃ。ありがとう。